さあ、それでは注目のスーパーファイトに参りましょう。明日のワンマッチでは格闘技界全体が注目するカード目白押しです。それでは早速登場していただきましょう。まずはスーパーファイト、日本の日向選手、ジャバルチンギスさん、アスケロフ選手の登場です。日向選手は日本トーナメント木戸選手を破りました。そしてチンギスさん選手は世界トーナメントにも1回戦で登場してまいりました。日向選手が初めて世界のファイターと戦う、そういった意味のある試合になります。続いては雅人の後継者となれるのか、広谷選手、キコ・ロペス選手の登場です。広谷選手は雅人選手が認めた天才、昨年の K-1 甲子園でも王者に輝きました。一方のキコ・ロペス選手は現在25歳、広谷選手も初めてこれだけの総合格闘技の選手と戦うということになります。続いてもスーパーファイト、バチバチの殴り合いが展開されることでしょう。ボクシング界から渡辺和久選手、そしてキッドの一番弟子、山本篤選手の登場です。さあ、キッド選手の一番弟子山本選手、おっと渡辺選手がいませんが、渡辺和久選手はどこでしょうか。スタッフ曰く私の視線の先の方にいるということですが、さあ登場してまいりました渡辺和久選手。ワニ革の上下茶色で決めてきました。ド派手な登場、日向選手にピコピコハンマー。山本篤選手はそれを見ていましたが、果たして心中やいかに。さあ、この2人どちらも総合格闘技をバックボーンにしています。渡辺和久選手はボクシングの日本王者、山本篤選手はドリームのトーナメントにも出場しました。この異色の対決にもどうぞご注目ください。さあ、それでは皆様大変お待たせいたしました。まずはスーパーファイト、チョン・ジェシ選手、さらには K-1 のリングに帰ってきた山本キッド則文選手の登場です。これだけの大歓声を起こさせるのはこのキッド選手の人気、さらには実力あってのことでしょう。相手のチョン・ジェシ選手は韓国のムエタイの三冠王、ムエタイをバックボーンにしています。一方の山本キッド選手、4年ぶりに K-1 のリングに帰ってきました。K-1 のカリスマ雅人と神の子キッドが明日日本武道館同じリングに上がることになります。さあ、それではファンの皆様、次がいよいよ最後のカードとなります。スーパーファイト、 K-1 のカリスマか、ドリームの看板か、雅人選手、川尻達也選手の登場です。
雅人選手は引退まで残すところあと2試合です。明日のリング、そして大晦日のリングで雅人選手の試合は最後になります。一方の川尻選手、あの大晦日武田浩三をノックアウト勝利、もう一度戦うなら雅人選手しかいないでしょうと戦前から語っていました。この2人がいよいよ明日日本武道館で激突します。お互いに計量は70キロジャストで仕上げてきました。完全の状態で明日2人は激突することになります。お二方ありがとうございます。以上、トーナメントを凌駕するかのような素晴らしいカード盛りだくさんでございます。どうぞご注目ください。それではここで各選手にお話を伺ってまいります。明日への抱負、決意を対戦相手、そしてお集まりのファンへお願いいたします。Now at this time, please speak of your thoughts for tomorrow. Please also extend your message to your opponent and fans. まずはスーパーファイト、日向選手、お願いします。壇上中央でお願いします。どうも湘南から来ました、日向です。明日は、本当来年、再来年以降、僕が世界でトップに通用するような試合をしたいと思います。応援よろしくお願いします。力強いメッセージありがとうございました。では対するジャバルチンギスハン・アスケロフ選手、お願いします。Hi guys, nice back to Japan and、unfortunately I lost my fight in tournament but I get new chance here and super fight against Hinata andHinata, I want to say to you, let's talk our feast tomorrow and、let's show to people good fight. And、guys, I hope you're going to come tomorrow and enjoy this fight. I'll do my best and hope Hinata do your best as well. My is better. Thanks.こんにちは、マサイラナチを大変嬉しく思います。トーナメントでないことは少し残念ではありますけれども、このように、参戦の機会を与えてもらったということに感謝したいと思います。対戦相手の日向選手ですけれども、明日はですね、拳をぶつけ合い、好対戦をぜひファンの皆さんに見てもらいましょう。お互い、ベストを尽くす試合になることはお約束します。そして、自分のですね、僕の戦いぶりは彼よりもベターになると思います。ありがとうございました。では広谷選手、お願いします。明日は初めての総合の選手との試合とのことですが、自分の初めての経験ですが、自分のすべての戦いを見せて頑張りたいと思います。 Hey, tomorrow we can make good fight. Thank you. ありがとうございました。では対するキコ・ロペス選手、お願いします。I just want to let you guys know it's an honor to be here in Japan, and、it's going to be an honor to fight a great fighter like Hiroya.、a lot of people say that he's going to be a great fighter. I disagree. I think he's already a great fighter, great young fighter, and it's just going to be an honor to fight him. And,、we're going to go to war tomorrow. Thank you.まずはですね、このように、日本に来ることができて、そして参戦できることを、自分自身は栄誉に思っています。それから対戦相手の広谷選手ですけれども、大変、素晴らしいファイターであると、自分自身認識しているので、こんな対戦相手に恵まれたことをですね、さらに、栄誉に思います。たくさんの人たちがですね、広谷選手は未来のグレートファイターだと言いますけれども、自分の意見はやや違います。彼はすでに、グレートファイターだと思います。若いグレートファイターにすで、になっていると思います。その彼を相手に明日は素晴らしい試合を見せたいと思います。ありがとうございました。それでは渡辺和久選手、お願いします。
こんにちは。まあ明日は普通にまあパンチで倒します。はい、トゥモローなんとかグッファイグッファイ。さあ KO 宣言が飛び出しましたが、対する山本篤選手は心境いかがでしょうか。お願いします。どうもこんにちは、山本篤です。KO するかされるかの試合するんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続いてチョン・ジェヒ選手お願いします。皆さんこんにちは、韓国のチャン・ジェヒです。이번야마모토키드선수와시합이있는데일본팬여러분들이어떤경기를원하는지전잘알고있습니다저도잘알고있기때문에야마모토키드팬들의생각을완전히뒤바뀔수있는그런경기일본팬들에게한번제대로한번반항한번해보겠습니다이상입니다はい、皆さんこんにちは、韓国から来ましたチョン・ジェヒです。日本の山本キッド選手と明日の試合で戦うことになっています。日本のファンの皆さんが明日の試合、どんな試合を望んでいるか自分ではよく分かっています。その皆さんが望んでいる期待をひっくり返すような、そんな明日は試合を見せたいと思います。ぜひ皆さんにこの反抗心を見せてみたいと思います。お願いします。それでは対するキッド選手お願いします。4年ぶりかな、K1 に出れて、まさか K1 にまた出るとは思わなかったんで、まあ、とりあえずお祭り感覚でもう全て出せるように暴れるつもりで楽しんでやっちゃいます。ありがとうございました。それでは最後になります。まずは正人選手お願いします。もう今更別に何も言うことはなく、とにかくもう最高の万全な状態に仕上げてきたんで、明日はとにかくリングの上で思いっきり暴れるだけかなと思ってます。頑張ります。倒します。さあそれでは最後は川尻達也選手です。お願いします。皆さんこんにちは。多分初めて K1 MAX の会場に見に行くって人たくさんいると思うんですけど、僕も初めての K1 MAX 楽しみたいと思うんで、一緒に楽しんじゃいましょう。やれます。明日は僕の拳で新しい時代の扉をぶち開けるんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。以上スーパーファイトの選手に大会直前の心境を伺いました。それではここでご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方、挙手の上媒体名とお名前を頂戴の上お願いします。記者の皆様、ご質問いかがでしょうか。では中央の男性の方お願いします。スポーツライターの重田と申します。正人選手と川尻選手にお聞きしたいんですけども、まあ、今日計量と、まあ、今この会見でおた、対戦相手をお互いに見てどんな印象をお持ちなのか、あと正人選手は公開練習の時に、まあ、どういう試合をしようかちょっとまだ決めかねてるということだったので、まあ、今どういうふうに倒そうと思ってるのかっていうのをお聞かせください。ではまず川尻選手からお願いします。そうですね、すごい強そうだなと思ってちょっとビビんないように頑張ります。正人選手お願いします。僕は別に全然強そうとは思わないですね。普通です。まあ、ただ作戦はまあここで言うべきではないと思うので言わないですけど、まあ、とにかく思いっきり暴れる準備はもうバッチリなんで。川尻選手よろしいでしょうか。
他にご質問いかがでしょうか。デイリースポーツの藤沢です。山本キッド選手に伺いたいんですけど、相手のチョン選手が昨日2ラウンドでパンチで倒すと言っていたんですけれども、そのことについてどう思うかというのと、あと相手の選手の印象をお願いします。ではキッド選手お願いします。韓国の、ムエタイの三冠王ってことで、いや、全日本でチャンピオンになってない俺なんで、戦えるなんてすごい光栄なんで、思いっきりぶつかる感じです。答えになってるっすかねこれは。まあ、いい選手だと思います。ナイス、ありがとうございます。2ラウンドっていうのはないと思うんで、はい、よろしいでしょうか。作者の皆様、他にご質問いかがでしょうか。内容ですので以上で質疑応答終了とさせていただきます。それではここで舞台上の選手の写真撮影を行いますので、選手の皆さん、壇上の中央に集まってください。こちらお願いします。はい、どうぞ。はい、すみません、こちらお願いします。こちらお願いします。いよいよ格闘技界最大にして最強の男を決する時がやってまいりました。2002年に始まった K-1 ワールドマックス、中量級の世界各国の強豪選手が一堂に会するこのリングで、今年の世界一を決める前哨戦です。8人の選手が4人に絞られ、さらにはスーパーファイトの数々、記者の皆様、そしてファンの皆様、どうぞこの戦いに注目してください。